い生が日本時間の間もなく午後11時ごろをお伝えします。皆さん元気ですか？135011やたらです。財務927北村さゆみです。1週間ぶりではございますけども、はい、21日にここで試験放送やりまして、23日に広島の松本裕民とかですね、あと、バッキーさんとかケイスケさんとか来ていただいた、あと夜はさゆみちゃんもね、はい、ヒップホップの番組やったりとかで、はい、広島県内初のユーストリーム専用スタジオバルコムユーストスタジオからの生放送でございますんで、1時間ちょっとお付き合いいただきたいと思いますけども、よろしくお願いします。ね、で23日そういうグランドオープンがあってですね、今日があるわけですよ。そうなんですよ。25日にもね、そうそう、かこいさんとかのやってくれましてね、はい、まあ、みんなでこの広島を盛り上げていこうじゃないかというわけなんですが、広島はその23日頃から寒くなったの？どう？23日、24日の夜かい？ 4日くらいですか、はい、クリスマスイブぐらいからですね、寒くなってきまして雪もちらちら降ってきましてですね、ホワイトクリスマスでしたからね、ある意味ね、ある意味ね、どうでもいいですよクリスマスなんかどうでもいいですよ。で、今日も寒かったのよ。今日は、ね、風は吹くし寒いのなんのでございまして、傘壊れましたもん。そうでしょ、風がすごくて風反対に向きました、ね、かぼって風強かったしね、台風が来てるんじゃないかと思うぐらいのそんな感じでしたけど、皆さん風邪ひいてないですか？大丈夫でしょうか？大丈夫ですか？で、私たちはこの寒波がですね、頸椎ヘルニアっていうのやってるとですね、寒波が体にね、来ますね、本当来ますね。さゆみちゃんも頸椎ヘルニアだそうでございまして、はい、私も頸椎ヘルニアでございましたね。もう至る所がちょっと痛くなってですね、満身創痍なんですけど、この間笑ったんですけど、あの20日市の石川さんにね、あの接骨医、はい、教えてもらったんですよ。そこ行ったらね、そこの接骨医の先生がね、何気にあの患者さんと話してるんですよ。で、何気にその2人の会話聞いたらね、その接骨医の先生はね、アントニオ猪木が好きらしくてですね。どんな話してたんですか？いや、なんかアントニオ猪木にビンタされたら元気になるよねみたいな話をしてて、あ、この人もアントニオ猪木好きなんだというのが分かってちょっと嬉しかったですが、まあ、その先生にちょっといろいろ首を直してもらったりとかしてる最中でございまして、またあのどんな首の治療をしたかはですね後ほどたっぷり聞きたかねえよって言われそうですけども、でもかなり皆さん心配してましたから。あ、そうです、ありがとうございます、心配かけて申し訳ございません、今日はね、ちょっと広島といろんなとこつなぐよね。そうですね、神奈川、あ、東京、東京、はい、東京ですか？あ、東京とつなぎますよ。あの素敵なミュージシャンが登場しますので、この後お楽しみいただけて、もうすでに書き込みとかもですね、いろいろ、書いてくださいまして、どうもありがとうございます。ありがとうございます。キムチを売ってるキムニア鳥取ですか？寒いところにまた、カニ食いたいね、キムニーね、ねえ、頑張って正月迎えようね、本当にね、というわけでございましてですね、今日も1時間たっぷりとお付き合いください。ついつい生出し広島ラジオ、この番組はユーストで広島が世界とインタラクション、広島市西区大芝バルコムユーストスタジアムスタジオからお送りします。バルコムユーストスタジアムっていうのもいいですね、バルコムユーストスタジアムしましょうか、今日からね怒られますね、切るところが悪かったです ね、すいません、はい、バルコムユーストスタジオからですね、生放送でお送りさせていただいておりまして、こちらは広島市西区大島でございまして、はい、ちょっと雨は降ってませんけど寒いね、ねえ、ね、ちょっと寒いね、風邪みんなひかないように、はい、なんか風邪ひいてるわっていう方とか、うん、風邪薬を飲んだんですよ、だから眠くなってますっていう方とかね、風邪パンから今ね書き込みあったんですけど、接骨院の先生は全般にプロレスとか格闘技が好きなような気がする、誰なんで、なんでやっぱり柔道やってるからかね、そういうのあるかもね、接骨院の先生ってなんか柔道やってる感じするもんね、ある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 、鳥取大雪ですって。あらまあ、キムニー大丈夫ですか、あの事故しないように移動してくださいね、もうホテル入ってるのかね、
あと鳥取は島根の右隣です右京さんもすごい説明ありがとうございます。ありがとうございますで、そう寒いんで皆さん、ね、あの十分くれぐれも注意していただきたいと思いますが、はい、今日はですね夜の二択リアちょっとお休みします。あ、はい、試行錯誤している段階で夜の二択リアちょっとお休みします。ほうほう、私たちは何か立ち上げたりすぐやめたり本当にね、気が多い連中でございまして夜の二択リアはお休みするんですけども、これ好き広島のクーポン券はプレゼントさせていただきます。ね、あの今あの聞いてくれてるみんな全員にチャンスがあります、はい、でソーシャルストリームについ生が書き込むツイートをリツイートしてください。いいですか、はい、ついなまが書き込むツイートを今からリツイートしてください。公式非公式どちらでも結構でございます。まあ何回リツイートしてくれても OK なんですけども、1回のリツイートでまあプレゼントの応募は完了ということになります。ほい、で書き込んで、あ、リツイートしてくれた人の中から抽選で1名の方にコレスキ広島のクーポン券をプレゼントします、はい、で今回プレゼントするコレスキ広島のクーポン券はこちらでございます。こちらでございます。これはいいですよ。あの広島電鉄中国電力本社前の電停、中電前電停から徒歩3分、広島市中小町にあるお好み焼き屋さんでございまして、お好み焼き屋さんの名前がてんやわんやっていうんですね。てんやわんやのお好み焼きフルコース、スペシャルてんやわんやコースプラス120分の、飲み放題、このクーポン券をペアでプレゼントさせていただこうと思います。ペアでございます。8000円分のお食事券でございましてですね、これてんやわんや私まだ行ってないんでちょっと行きたいんですけど、うん、テレビ朝日のしるしるみしるでも紹介されて、あの著名人がお忍びで訪れるっていう、へー、まあ、絶対こういう時にはテレビ業界人が連れて行ってるってことですよね、まあ、最初に誰かね、著名人がいきなりね、はい、あれですもんね。で、名店でございまして、肉玉そばから餃子がね、吉田拓郎さんをイメージした手作り餃子、うん、今画面に映ってるこちらですね。どういうところが吉田拓郎さんなの？結婚しようよって言いながら食べるそういうことなのかな。そうじゃないよね、なんかあるよね。まあそれは今はまだ人生を語らずみたいなとこですかね、うん、そういうとこですかね、うん、でも餃子があるお好み焼き屋さんも珍しいよね。ね、本当ですよ。ちょっと行ってみたいですよ、はい、てんやわんやさん。で、あの行政刷新担当大臣の蓮舫さんもご来店。2番じゃなきゃダメ、いや、うん、1番じゃなきゃダメ、何でしたっけ、なんかまあそういうことですよ。2番じゃないです、1番、蓮舫さんもご来店したそうでございまして、はい、今週のプレゼントはこちらでございます、この8000円分の飲み放題もついてますよねこれね、はい、ペアでお食事券をプレゼントさせていただきますんで、皆さん応募していただきたいと思います。今から、あ、そうそう言っとかなきゃ、クーポンは来年1月2日から3月31日まで使えますんで、広島から遠く離れたところで聞いてる人も、まあ3月ぐらいまでに1回は広島来ますよね、みんなね、はい、そうですね、東京の人もね来てくださいね、必ず来てくださいね。広島に来る予定があると思うんで、みんなふるって参加してください、参加方法は簡単でございます。これから、出すことをリツイートするだけでございます、はい、いいですか、いきますよ、これをリツイートしてください。ドン、出ましたか、ドンドンドン、まだ出ないですね、これから、いきますよ、ドンドンまだ出ないですか、エコーかけたら出るんじゃないですかね、いきましょうか、ドン、出ませんねあれなんでなんで、なんか、ね、ちょっと時間かかるね。てんやわんやさんの書き込みが今すごいたくさんあるんですよね、そうなの、なんかねソースがお手製なんです。あ、当てた出た、ついなまコレスキ広島、クーポン券プレゼント希望の方はこのツイートをリツイートしてくださいっていうついなまのが出ましたんで、これをリツイートしてください。皆さんリツイートすると応募資格があります、よろしくお願いいたします。さあ、どんどん出ましたね、ちょうどリツイートしてくださいね、これをリツイート、どんどんリツイートしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。行ってみたいね、ちょっとこれてんやわんやさんね、あのソースがお手製なんですって、うん、あらまあ、っていう今書き込みがありました。へ、うん、餃子があるのは知らなかったっていう方も多いですね。いいですね、これちょっと行ってみたいと思いますけど、てんやわんやといえば本当にあの寒くなってね、体の方がてんやわんやでございましたあのリツイートなんですけど、公式リツイートで良いんでしょうかっていうことで、ともかくリツイートだったら、うん、公式でも非公式でも結構でございまして、はい、1回リツイートしてあげれば OK でございまして、これ欲しいよねみんなね、ちょっとね、うん、でリツイートしてくれた人の中から、一覧が出るんで、そこから一文字が霊感で決めます霊感プレゼント、霊感プレゼントなんですね、霊感プレゼントでございますんで、どんどんリツイートしていただきたいと。あ、今もちょっとリツイートしてくれてますね、みんなね、どんどんしてくれてます、ありがとうございます。まあてんや
やわんやでございましてですね、一文字は本当にね、はい、あの寒波が体に襲来しましてですね、あの本当にアントニオ猪木の満身創痍という四文字熟語が体に書こうと思いましたね。歯が痛くなったのよ、歯が、突然歯が痛くなって歯医者さん行くじゃん、はい、歯医者さん行ったら悪くないっていうのよ、レントゲン撮っても何しても歯は大丈夫だ、歯は大丈夫だっていうのよ。でよくほらプシュプシュプシュってなんかしみるやつ出すじゃん、冷たいやつ、はいはい、あれやっても全然痛くないのよ。でまあとりあえず知覚過敏の薬塗っときましょうかって、知覚過敏の薬塗ってもらったんですけど、なんで鈍感なのにここだけ過敏になるんだろうと思いながら知覚過敏の薬塗ってもらったんだけど、歯の痛いのは収まらなくって、どうやら歯が痛いんじゃなくて、こう左のなんていうの、顔の下から顎のあたりまでが全部痛いような気がしてきて、神経的に痛くなってる、神経的に痛いんじゃないかと思って、うん、整形外科行ったらちょっとの脳神経の方を見てもらったらって言われて、ツイッターにもね、あのフォロワーの人がね、あの歯の痛みは脳からだから頸椎とは関係ないでしょって、うん、脳神経とか見てもらったらいいんじゃないですかって脳神経外科行ったの。そしたらやっぱ検査しないといけないね、ああいうところはね。ああそうですね。でその検査の予約をしないといけないのよ。脳ドックがだいたいね2万から3万高い、みんな行った方がいいですよ脳ドック。もうね、あの問診されるときにね、下手なギャグをまた一文字が言って、あのどうせならまたあの悪い脳も取り替えてくださいとかって言うと先生が冷静にみんなそう言うんですよって言われちゃいましたか。言われちゃいました、みんなそう言うんだと思って。でもね、なかなかね、予定が合わずに、一文字の場合だったら1月1日のナチュラリストの放送終わりとか、うん、1月2日だったら空いてるんで、うん、そこでちょっと検査してもらおうかなと思ったら休みですって冷静に言われちゃいましたか、そうやって最後まで冷静な先生でございまして、なかなかちょっと予定が合わなくてですね、まあでもあの痛みとも付き合っていきながらですね、まあまあまあ、だってあれですよ、私頸椎ヘルニアになった時は最初歩けなかったぐらいですから。あ、私もですよね。え、私最初あの間違えたんだと思って、なんかさ、ちょっと待って、うん、こんなにさ病気のトークでいいのか。本当ですよ、ごめんねみんなね。歩けなかったね。私1週間ぐらいちょっと親にお世話になりましたもん、うん、飲み物さえあのペットボトルをこう、うん、なんていうんですか、上向いて飲めないんですよね、うん、だから全部ストローだし、自転車にも乗れなかったしね。そう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 、もう本当にね、大変でございましたよ。まあ病気のトークもこれぐらいにしてね、またあの脳神経脳ドックはね、爆笑ネタがいっぱいあるような気がする。中継するツイキャスで一文字の脳を全て見せます。なんかでもすごい最新の機械がありましたよ。すごいですよね、 MRI とかなんとかなんかわかんないですけど、ああいうのがちょっと入ってみたい気になりましたよ。あれさ、なんでさ穴があったら入りたくなるかね。MRI ってこうなんかドーム型じゃん、鎌倉の。入りたいでしょみんな、男は。なんかあれでもすごいうるさいんですよ。え、そうなの。私一回あの頭をちょっと強打した時にお前どんな生活してるんだよ。去年かな、撮ったんですよ。すごいうるさいんです。もうあのザーみたいな音がするみたいな、うん、なんかすごい音がする。磁力の。そうですね、なんかザーっていうような音がして、まあ、ちょっとそんな検査を来年早々しますので、はい、その時は本当に爆笑トークをですね、の一文字ノードッグ爆笑トーク。どんなになるんですかね。ノードッグ爆笑トークというのを繰り広げさせていただきたいと思いますんで、はい、楽しみに待っといていただきたいと思います。さあこの後は皆さんお待たせのコーナーでございますんですが、その前に一曲聴いていただきましょう。広島出身のシンガーソングライターでございまして、磯道和久さん、笑って君が見えたら涙
まあ本当にあれですね、今私たちが忘れかけているような、爽やかなロマンチックを教えてくれる人でございまして、磯道和久さんの笑って聞いていただきましたけども、磯道さんは3年前の2007年から東京拠点に活動と。でやっぱりさ、ツイッターっていうのはすごいですね。呉に花クラブというライブハウスがありまして、花クラブの店長久山良二さんとツイ生のツイッターが仲良くなりまして、で花クラブと以前から親交のあった磯道さんを紹介してもらって、だからこうやってツイッターの輪がどん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 広がっていって、磯道さんにたどり着くということでございますよ。で今日は磯道さんに電話つながさせてもらいましたけど、もうね書き込みがすごいのよ。そう、カズさん優しい歌声、覚えやすい曲ですね。うん、メロディーすごい良かったね、わらも知ってるんだ磯道さんのことね。あ、熊野か、熊野、ね、同じ熊野だ、わらとね、そうなんだ。早速電話で呼んでみましょう。磯道さんです。磯道和久さん、こんばんは。こんばんは。あ、一文字と申します。よろしくお願いします。どうも、はじめまして、磯道和久です。はじめまして、よろしくお願いします。今東京のどこですか？東京吉祥寺です。あ、吉祥寺ですか。いいとこ住んでますね、はい、いえいえいえ、ありがとうございます。家賃いくらぐらいですか？家賃はですね10万弱ですかね。うわ、結構するっすよね。でもいいとこですよ、はい、いいですね。正月は熊野町帰ってこないんですか？正月ですね、実は2日からもう横浜でライブが入ってまして、らら、ちょっと帰れないんですけど、うん、でも来年はあの広島ライブをたくさんやろうと計画してるんですよ。本当？素晴らしい、はい、ねえ、もともと磯道さんがその東京に行ったきっかけっていうのは熊野から、 はい、どういうきっかけで？あのですね、広島のライブハウスで、ライブやらせていただいたときに、寺岡義人さんといって、ゆずのプロデューサーさんで知られる寺岡義人さんの、全国ツアーの前座をやらせていただく機会があったんですけれども、それで、義人さんと知り合いになって、東京に呼んでいただいたんです、ライブに。やりなよ、やってみないかと。はい。おう、で、そこで、ゆずのお二人なんかも一緒にやらせていただいて、おう、でその半年後にも、あ、僕はもう東京でチャレンジしたいと思って上京しました。今は、今じゃあライブハウスでライブしながら？そうですね、ライブハウスとあとはあのストリートライブもやりながら、東京でやりながら、はい、渋谷のライブハウスラママの審査もクリアしたんですって。ステージも立ったんだ。あ、そうですね、もう今僕の活動拠点になってますね。あ、そうなの、すごいじゃん、はい、いえいえいえ。どうですか、自分で曲書いてこうやって CD 作ってストリートでも歌ってライブハウスでも歌ってっていう暮らしは。そうですね、一人でやってるんで大変なこともたくさんもちろんあるんですけれども、でも、ようやく、東京に来て丸3年経って、ファンの方々もすごい熱く応援してくださって、ようやくこう軌道に乗ってきたところですね。手応え感じてる？はい、手応え感じてる？あ、そうですね、広島魂でちょっと頑張ってますんで。いいね、もともと熊野町でその音楽やりだしたのは高校時代？そうです。なんかきっかけがありましたか？高校1年の時。きっかけですか、その頃はですね、ちょっと今とは全然ジャンルが違うんですけども、X とかボーイとか、そういったメイクをしてステージに立ったりするのにすごい憧れてたんですけど、そうですね、その頃は X ボーイのコピーバンドを組んで、本当にもう MC まで真似をして叫んでたんですねそうです、でも最初はそんなもんですよね、コピーバンドから入ってね。そこからだんだん自分で詩を書いて曲を書いてって感じですか？そうです、そうです、そうです。もともとあれですか、はい、音楽をやる環境というかそういうのはあったわけですか？そうなんです、実はうち の父親も母親も音楽の先生なんですよ。おお。なので、自宅もピアノ教室なんですけれども、音楽の環境では育ってきましたね。今も東京でストリートでもやったりするって言ってたけど、寒いでしょ？そうですね。今この時期はちょっと厳しいですね。厳しいよね。それにさ、ぶっちゃけみんながみんな優しいわけじゃないだろ、はい、そうですね。いろんなことあるよね。いろんなことがありますね。いろんなことあるよね。やっぱありますか？ありますね。ありますか。でもなんか音楽でなんかこう人が集まってくれたりすると、それはそれでまた快感になるしね。そうですね。俺ら音楽できないからできる人すっごい羨ましいと思うもん、やっぱり。
そうですかね。でも僕は逆にこうお話が上手な人っていうのはすごい羨ましいですよね。全然何にも言うことないよ言っとくけど本当何にも言うことないよいやねえ、広島でのライブっていうのはもうどれくらいしてないの？帰りました、今月頭に。で広島でもライブやったんだ？やりました。そうなんだ、ちょくちょく帰ってるの？すごい久々だったんですけど、いやそれがもうすごい久々で、横側でやりました。そうですね、なんか書いてあったわ。そうなんだ、はい、そうなんだ。じゃあ本当あれだね、広島でもまたちょっとライブしてほしいですね。もうぜひね、もうそうですね、2011年は、バンバン帰りますんで、ここ、広島市西区の大芝にユーストリーム専用スタジオもできたんで、ぜひ、ここからライブもやっていただければ非常にありがたいと思いますんで、本当よろしくお願いします。本当一緒にちょっと頑張っていきましょう、広島盛り上げなきゃいけないんで、はい、なんかあれですって、はい、広島から上京したアーティストとも仲良くやってるんですか？そうなんですよ。書き込みでいろいろありましたよ、今。はい、僕もユーストリームの番組を実はやらせていただいてまして、カズラジっていう番組なんですけども、それも広島出身アーティスト3人でやってます。あ、そう。何曜日配信してるの？はい、毎週日曜日の夜10時から11時まで、次回はいつ配信ですか？じゃあ次回はですね、もう今年度は終わったんですが、次1月の9日ですね。1月の9日の日曜日にユーストリームで配信。ただこの日はスペシャルでやろうと思ってるので、1時間早めて9時からやります。9時からやります。はい、2時間。2時間やります。どんな仲間が駆けつける予定ですか？広島出身の羽深智則くんって言って、鍵盤も弾くし、ギターも弾くし、もうとにかくマルチプレイヤーの彼と、あと、コウくんという彼がいるんですが、コウくんは、バンドでもやったり、弾き語りもやったり、コウ君とは僕東京に出てきてから知り合ったんですけれども、本当に明るい彼なんですけども、その3人で楽しい番組を、ソーシャルストリームにも書き込んでくれてまして、そうですね、でもどう、みんなが、ある種ライバルのようで、そうやって、なんとなくこう仲間でもあって、はい、東京に上京してなんか一旗あげようっていうのはどう？そうですね、なんとか広島の皆さんに喜んでもらえるように頑張ってるんです。僕、最初の3年間はですね、あえて、こう広島のみんなとはあんまりつるまなかったんですよ。分かるような気がするわ。あえて一人でこう、茨の道を行きたいというか、で3年経って最近ですね、広島のみんなとまた打ち解けて一緒にやってみようみたいな、っていうのはねえねえ、その磯道和久さんのなんかそこまでなんかこうねえ、茨の道を歩もうと思わせる核になるものっていうのは何なの？そうですね、やっぱり武道館で僕はライブをやるというのが一つの目標であるんで、そして一番の目標はもちろん歌い続けることなんですけれども、その途中に武道館でやりたいというのもあって、そうですね、広島のみんなと一緒にやることは確かに楽しいんですけれども、こう例えて言うと、英語を勉強しにアメリカに行って、日本人とずっと一緒にいると、なるほどね、あまり意味がないですよね、そんな感じで、一緒にあえていなかっただけなんですけど、なので、必ずこっちで一旗あげて、広島盛り上げますんで、頑張ろうね。本当頑張りますよ、ね、なんかあれだね、さっきの笑ってっていう曲はとても優しく感じたんですけど、こうやって喋ってくると本当なんか意外に芯の強い、ね、そんな感じがしますよ。いや本当は弱いんですよ、本当は弱いんですけど。分かる、俺も弱いんだみんな弱いんだけど強く生きないとね、夢に向かってね、はい、でもちょっと寂しくなる時ありますか？なりますね、やっぱりね、広島恋しくなりますね、やっぱね、ちょっとね、はい、そうですか。じゃああとまたあれですね、チャンスがあったら広島でも一緒にこの番組にも出ていただきたいですし、はい、ぜひ。それから今度ね、1月9日に配信されるカズラジの方もぜひ皆さんユーストリームでチェックしていただいて、ちょっと離れてはいますけども、なんとか連携取りながらやっていきたいですね、これからもね、
そうですね、よろしくお願いします、またコウさんとかハブカさんとかもこの番組もしよかったら出てくださいとお伝えください。あ、はい、ありがとうございます、伝えておきます。はい、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。次同じ風に吹かれてという曲をかけるんですけども、これはどんな思いで作りましたか。はい、これはですね、本当のところを言うと、バツイチの女性に捧げた曲なんですけど、ちょっと待って、もうすごい意味深いうん、新しい恋にですね踏み出すことがなかなかできずにこう躊躇している女性の方に、大丈夫だよと、いうメッセージソングなんですね、本当のところは。あ、そうですか。じゃあ、はい、この曲を聴きながらお別れということで、じゃあ磯道和久さんの方から曲紹介していただけますか。はい、それでは、皆さん聴いてください。磯道和久で同じ風に吹かれて。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
がおじさんに、君がおばさんになっても笑って手をつないでいよう。いすみちかずひささんでございまして、熊野町出身でございまして、同じ風に吹かれてという曲を聴いていただきましたが、はい、あれですね、本当夢に向かって頑張ってる人は、まあそれはそうですよね、たくさんいるし、本当頑張ってほしい ね元気もらいますよね、私たちもね。まあ一文字もあれですよ、振り返りますまれば、高校卒業し京都産業大学行き、夢がなかったもんねそうなんですか。そうそう、なんかね、なんかちょうどこの頃ですよ、12月とか1月ぐらいにもう友達とかはもうなんかほら、会社の研修とか始まるんですね。その時に一文字が忘れてたことに気づきましたよ、就職活動っていうやつをしてなかったっていうことに。その時に気づいたんですか。あ、いやもうね、みんなそんなしてるって言ってなかった、みんなちゃんと将来のこと考えてるんだって、その時ね身につまされたね。自分はダメだったね、もうそっからもう、まあそれまでも全然ダメだったんですけど、そっから何していいか分かんなくて、もうどうしようもなかったですね。そんな日々を思い出しながら磯道さんと話をさせていただきましたけども、はい、あのあれですよ、ハブカさんも、あとゴーさんも、出てもいいよって書き込んでくれましたんで、これちょっとね、今年はこれ次生、今年最後の放送ですけども、うん、来年また放送ありますんで順次出てもらいましょうか、はい、順次っていう言い方が非常に義務っぽかったですけどあの次々と、なんて言えばいいの、多彩に、いや、連続で、はい、どんどんとめくるめく、はい、出ていただこうと思います。本当に出てくださいよ。その時あの年賀状の返事を書かなきゃいけないから、会えないとかやらなしですよ。それは年賀状を整理して断らないでくださいね。あ、一文字さん来ましたよ。何あのわらから、頑張りましょう一文字さん、今夢いっぱいじゃないですか。あ、今なわらな、今な、そうよ、だからそうよ、今こうやってなんかみんなとつながっそうなのね、あのね、真面目な話するけど、やっぱ自分一人ではね、夢ってなかなか見ることできないね。うん、確かに。あのさ、多分あの磯道さんもそうだと思うけど、自分が歌手っていうのは簡単ですけど、アーティストっていうのは簡単ですけど、自分の夢って全て人からもらうわけですからね。そう、自分であの歌手っていうのは簡単だけど、そこに観客がいないと歌手って言えないからね。私たちもこれ自分で、ね、なんかラジオのパーソナリティって言ってるけど、聞いてくれてる人が、あなたはパーソナリティですよって一文字にその夢をくれるわけですから、はい、私がそれ掴むんじゃないんですもん。確かに全部そのなんていうの、やりたいことは人からもらうのよっていうのを最近になってわかるね。来年は喧嘩せず仲良くみんなとやっていこうと思いますね。どういう本当そう思いますよ。頑張っていきますんで、はい、いい曲でしたね。ありがとうございます。楽しみです。ハブカさん、コウさんともお会いできることが楽しみでございます。はい、お願いします。さあ、バルコムユーストスタジオから世界とインタラクションのついなまでございますけども、先週までワンを使ってやっていました夜のリタクリアは、不評によりちょっとお休みすることになりましたしかしコレスキ広島のクーポン券プレゼントはあります。チャンスは今聞いてくれてる皆さんにあります。ソーシャルストリームにツイ生が書き込むツイートをリツイートしてください。ツイ生が書き込むツイートをリツイートしてください。公式非公式どちらでも OK です。1回リツイートしただけでプレゼントの応募は完了ということになります。抽選で1名の方にコレスキ広島のクーポン券をプレゼントします。今週は、広島市中小町にあるお好み焼き屋さん、てんやわんや、お好み焼きのフルコースと、てんやわんやコースですね、はい、プラス120分の飲み放題がついておりまして、このクーポンをペアで差し上げます。8000円分のお食事券でございまして、テレビ朝日のしるしるみしるでも紹介されたという名店でございまして、あの蓮舫さんもいらっしゃった。おい、素晴らしい、ね、これってなんかどうなのって微妙にさ説得力があるようでさ、なんかないような気がする。まあちょっと話題なんでっていう感じなんですかね。美味しい、ちょっと一文字も言ってみよう。これ、美味しい店だそうでございますんで、ぜひ皆さん、これをプレゼント欲しい人は、じゃあ今から、ツイッターが書き込む、あ、つぶやくツイートをリツイートしてください。こちらです。あ、もう出ました。出ました。もう出てますね。もう出てます。皆さんどんどんリツイートしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。あ、クーポンの方はとりあえず来年の1月つい、うん、2日から3月31日まで使えるので、広島に来る方、はい、まあね、来て
もらえる。来ますよ、広島来たらお好み焼き絶対食べるわけですから、そう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 、名店で食べてください。蓮舫さんになった気分でね、蓮舫さんになった、蓮舫さんになった気分でお好み焼きってどう食べるかね。とりあえずなんかスーツ着ていかなきゃいけないですよね。あ、白いスーツ ね、白いスーツパッと着てね、パンツでね、はい、パンツルックでね、パッと入ってパッと座ってね、うん、もう仕分けしていくね。肉玉そばトッピングいらないみたいな。そのトッピングいらないんだ、そのトッピング無駄みたいな。すごいな。それさ、お好み焼き屋さんにとったら敵じゃんね。本当ですよ。これでもあれですよね、スペシャルコースですから、当たった方は存分に楽しんでいただきたいと思います。あれだね、当たった人てんやわんやで食べるときはツイキャス中継とかしてほしいね。そうですよね、行ったときにちゃんとね教えてください。そうですね、お願いします。さあ、そういうわけでございまして、まあ、なんやかんやと言いましても、先ほどからね、外れでも食いに行くてんやわんや、みんな行こうね、てんやわんやね、うん、行ってみてください。うん、まあ、まあ、今年このついなまは今年最後の放送なのよね。そうなんですよ、今年最後の放送でございましてですね、まあ、よくある企画ですけど、1年を振り返るっていうわけじゃないですけども、始まったのが6月ですから、1年振り返られないんだね、私たちはね。そうなんですよ、半年しか振り返られないんですけど、うん、まあ、この半年が濃かったね、6月から一文字は早かったですしね、なんかいろんなことが進んでいくのがね。10日さんっていつ広島が 6月10日ぐらいよね、はい、10日さん前後に始めたよね、これ10日さんの後から始めたのか ね、うん、6月8日からついなまっていうのを始めましてですね、今夜が記念すべき30回目の放送です。イエイ、ね、本当になんていうんですかね、お塩教授から、こんばんは、今日は画像が全然途切れません、先週は私の脳がおかしかったのかも、いいクオリティで快適に視聴しています、ありがとうございま す。そうそう、脳科学者ですから、はい、私の脳を科学してほしいですよね。脳を科学するって、また私の脳を診察してほしいですけども、実験みたいになりますけど、30回目の放送でございまして、本当にどうも皆さん可愛がってくれました、ありがとうございます。まあ、最初やった時はどうなることかと思ったんですけども、はい、スタッフの皆さんが頑張ってくれましてですね、なんとかここまでやってこれたということでございまして、ね、本当ありがとうございます、スタッフの皆さん、みんな言っとくけどあれだよ、本当手弁当なんですよ、みんな手弁当って弁当を持ってこれない、ヤマトロ。悲惨な状況で私たちはもう弁当買うよりお菓子で一日をしのぐっていうですね、そういう状況でございまして、まあ、それでも本当さゆみちゃんとかですね、皆さんスタッフのおかげでここまで30回目までやってくれまして、まあ濃かったですよ、私は今年は。何が濃かったかね、あれいつだったかね、父親が入院したのが10月ぐらいですかね。10月だと思いますね、父親が入院した時には今年もう年賀状書かなくていいなと思ったぐらいのと。確かにね、でもそれはね、そういうのをまず頭よぎりますよね。そうで、それが父親が復活したわけですよ、医者にもう最悪の事態を考えてくださいと言われてた父親が復活し、はい、で愛犬がまたこれが血尿を出し、もう病院連れて行ったら、まあ、手術しなきゃいけないかどうかの境目なんですけど、でもまあちょっとね、血尿はまだちょっと出るんですけど元気になりまして、うん、まあ、ちょっと家のベランダみたいなところ走り回るようになりまして、あ、そこまで行きましたか、すごい元気ですね、散歩も行くようになって走り回るように行きまして、昨日一昨日ですよ、大掃除して、蛍光灯の傘、蛍光灯の傘外に干してたんですよ、私が。そしてそこ触って割りまして、こいつがね、あらららら、バカですね、そんなことまでできるようになった、そんなことまでできるようになりまして、まあ本当に命についてこの半年は私はね、何気に真面目な話じゃないですか、考えましたね。お互いでしたね、やっぱりね、あれ生きるっていうのまで生かされてるんだね。そうですよ、私の父親見ながら、あれ自分で生きようと思ってもどうしようもないところがあるんですけども、何気にこう神様が生きろって言うんだろうね。そうなんですよ ね、だから神様が生きろって言ってるから、もう生きるしかないんだよね、俺たちはね。そうです、生きるのやめなさいって言うまで本当に自分でもだからそういうの決めちゃいけないんだなっていうことをね、本当にね痛感した、うん、そんな半年でございました、はい、どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございます。あとすごい嬉しかったのは、タワン T シャツができたこと。そう、これね、今何気にね業界の人にも言われるんですけど、あ、なんかタワン T シャツってあるらしいねとかね。12月
12月ほとんど売れてないの。そうなんだ。ま、でも T シャツですからね。ねなんかね、ありますよ、それは。ね、これ聞いてくれてるみんなと一緒に T シャツ作ったり、あとデザインとかも考えたり、はい、で、新しいロゴもできたりして、うん、で、何かとお世話になってるのが埼玉県の加須市にある加須こいのぼり商店でございまして、はい、ね、いろんなグッズを作ってくれましてですね、で、今回はスタッフ用にロゴ入りのネルシャツと、ライダージャケットを作ってくれました、これです。今日私の格好でちょっと映ってて、分かったかな、みんな。ここの入り元に可愛いロゴがありましてですね、で、ついなまと胸元に書いてあるという、これごめんなさいね、スタッフ用のシャツでございまして、スタッフ用のシャツをこんなに写してもリスナーにはもらえないっていう、ね、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、うちさんのがですね、こう、ライダージャケット、はい、今年流行りの、これいいですよね、うちぃさんのね、これね、ポーズ取らなくていいですよ、何気に何気にポーズいいですよ、ちょっと面倒な感じで、こういうのプレゼントしてくれまして、はい、それからあれですよ、これから、あ、今日私社長さんとお話したんですよね、加須こいのぼり商店ので、これからまたカープグッズもね、どんどん作っていくということなんで、一緒にこれからもですね頑張っていこうと思ってるわけでありますけども、それからバルコムユーストスタジオがオープン記念ということで、加須こいのぼり商店、それから同じ加須でオリジナルグッズの制作をしているバジリコからプレゼントをたくさんいただきました。Tシャツ、それからサンドブラスト、でロゴを入れていろいろくれましたね、名刺ケースとか作ってくれまして、どうもありがとうございました。これを、皆さんにプレゼントするということで、プレゼントのお題というのがですね、バルコムユーストスタジオをまだ住所を言いませんでした、ね、外観だけ写してこれがどこにあるか探してこの写真を送ってください。そしたら皆さんに T シャツか名刺ケース、どっちかをプレゼントするということになりまして、南吉、それからアキンコム、カヨコ、ウノッチデラックス、コウちゃん、ホリナオ、ヒバゴンゴン、ステファンババ、タダオ、エアママ、以上の方が写真を送ってくれました。皆さん当選おめでとう、おめでとうございます。もし万が一、なんていうんですかね、漏れがあったら訴えてください。私送ったのにって言ってください、言ってください、お願いします。で、プレゼントどっちが届くか分かりませんので、まあ、楽しみにね、はい、待っていただきたいと思います。で、一人に電話今からつなごうと思いますね、バルコムユーストスタジオは一体どんな風にあなたの心に映ったか。あ、いいですね、いいですね、聞いてみたいですね、実際に。聞いてみたいです。ライダージャケット買えないんだって、キムニー、ライダージャケットキムニーあげたいな。また今度じゃあ広島帰ってきたら、数ないんですよね、これね、もうないです。ごめんなさい、君に。ひどいんだ。ごめんなさい。もうひどいね、うちの番組。期待だけさしといて落とすね。見せるだけ見せてね、あそこまで。そういうの。もしもーし。あ、まだですね、まはい、今電話しております。これいきなりかかるんですか？向こうはびっくりなんですか？じゃあ。言ってます。エアママさんにかけてます。はい。エアママさんです。多分びっくり。もしもーし。一番です。エアママさんですか？あ、今つながります。エアママさん、いつもね励ましてくれエアママさんでございました。はい、あれ、出られない何かの諸事情がありますかね。マナーモードとかになってませんか。はい、ただいま電話していることができません。あらま、エアママさん、あ、切ったんですか。いやいや、留守電にメッセージ入れようと思ったそれまあまあ仕方、じゃあ他の人しますか。もう一回、もう一回、もう一回、はい、エアママさん、エアママさん電話つなぎます。出たくないっていうのもあるよね。そんなね、私電話してんやよっていうのもあるよね。多分ね、びっくりされたんだ。あ、出られました？もしもし、あ、ごめんなさい、迷惑一文字ですけど。大丈夫です。あ、エアママさん、すいません。はい、今ご自宅ですか？はい、家です。あ、なんか取り込み中とかって感じですか？大丈夫です、ちょっとびっくりしただけです。あ、そうですか、ありがとうございます。いつもいつも、はい、バルコムユーストスタジオの写真送ってくれました、ありがとうございました。あ、こ、いえ、あ、はい、サンキューウォンチューというヒントはよくわかったでしょうか。あ、よくわかりました、ね、サンクスがあって、ね、ウォンツがあって、はいはい、その向かい側にこのバルコムユーストスタジオがあるんですけど、はい、初めて見た感想を聞かせていただけませんか。いや、意外と小さくてびっくりしました。ガチョーン。外から見るとね、
パソコンの画面で見てるとね、あれがビル全体に見えたりするけど、意外にこじんまりする。確かに。結構ね、あの奥行きはあるんですよ、実は。実はね。すいません、山間さんね。でもあのお近くなんですか、家は。家は遠いです。あ、そうなんですか。濃いですか。遠いは中区です。あ、そうですか。これからもあのツイ生よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、いつもツイートありがとうございます。ありがとうございます。ウッチーさんの声が聞きたかったです。え、ちょっと待ってください。何て言いました今。え、ウッチーさんの。あ、じゃあウッチーさん一声泣かせますんで今から。え、ウッチーさん一声どうぞ。ハロー。うちさんすごいですね。なんだよ、俺は前振りかよってことですね。いや、ママありがとうね。ありがとうございました。あの T シャツか名刺入れかどっちか送りますんで、中にうちさんの名刺入れときますんで。いやいやいや、お願いします。今の嘘ですけど。ありがとうございました。はい、そうか、そうね、最近何気にうち信者がね増えてきましたね。ちょっと一文字信者頼むよね。ここのところ影薄いですよね。まあどっちかっていうとなんかあれですよね、プロレス界に近づいてきたね、だんだんね、誰がエースを取るかね、群雄割拠になってきましたけどね。まあそういうことでございまして、どんなとこの、あ、かよこさんか。かよこさんが中の写真を撮った、写真を撮ってた時に中の人と目があったらしいです。それ誰ですか。多分ツイ生スタッフですか。スタッフと目が合ったみたいな。なるほどね。あれですよ、あのみんなもこんな番組してほしいとかですね、あとあの来年からはもっともっとですね、あのいろんな人がいろんな番組をここから配信していくと思いますんで、はい、あのバルコムユーストスタジオの番組をですね、こうやってユーストリームでちょっと楽しむ時間がいくつか増えると思いますんで、あのでもまあいい、ね、意味でなんかこう競い合いながらね、でいい意味でつながりながらですね、やっていきたいと思いますんで、ぜひぜひまた来年からもこのバルコムユーストスタジオお願いしたいと思いますけども、はい。お知らせを一発、加須こいのぼり商店からのお知らせでございまして、25日土曜日と26日の日曜日、加須市民体育会館で2010第1回全国高校生クライミング選手権大会が開催されまして、加須は日本一のこいのぼりの街でもあるんですけども、クライミングでも有名でございまして、トップレベルの戦いを繰り広げて、で、うん、その記念グッズがこちらでございまして、ちょっと待ってください。記念グッズこれなんですね。これみんな記念グッズなんですね。これがね。で、広島からは紅葉高校、安浦一高校、修道高校らが参加。広島関門高校からは女子選手一人がエントリーしたそうでございまして。広島から応援に駆けつけた保護者の方とも、家族に登る招待の方お話ができた。うん、まあ広島に関連したグッズがあるんで。今でもね、これクライミングすごいブームなんだよね。東京とか行くとクライミングのなんかスタジオじゃないけどなんかやるとこがあって、そこでなんか練習したりっていうのを私見ましたけどもね。私には絶対向いてないんですけどね。あれね、耐える感じですか。あと力が全部でしょ、握力から。そうそうそう、全体無理だね。まあ首のヘルニアの私たちには無理かなと。無理かもしれない。じゃあ、あの一曲聴いていただきましょうか。呉出身のシンガーソングライターで、またこの番組電話つなぎたいと思います。ハブカ智則さんで聴いてください。エバーグリーン。君の涙は僕の涙、僕は君、車走らせる君んちまでの道のり、柔らかな風に色中の花が優しい気持ちにさせる、全ての別れさえ幸運に感じる、 yeah, yeah. それが二人を巡り合わせたんだから、焦ることはないだろう。喜びも悲しみさえも二人分け合ってゆく。
じむように君のみんなとは違うその呼び名も耳に心地よく響く今までになかった安らぎに包まれてってることはないだろう。どんなに大きな壁も二人乗り越えてゆく。君の涙は僕の涙。君は僕、僕は君。ハブカトモノリさんでエバーグリーンでございまして、本人もつぶやいてらっしゃいますね。皆さんフォローしてください。まあこうやってあれですね、あのなんかこれツイッターでこうやって番組やってると、なんかみんながいろんなことをやってることがよく分かって、で非常にきめ細やかにつながっていけるのが一文字としてはとても嬉しくって、ね、ちょっと残念だったのはね、25日までウエストプラザでね、イラストレーターの人が個展やってらっしゃって、それ見に行こうと思ったんですけど、25日がね、なんでか分かんないですけど、一文字はいつもクリスマスにね、とんでもないことになるんですよ。一昨年はね、日記帳、今5年の日記帳書いてるんですけど、一昨年のクリスマスはね、ほんま汚い話ですけどね、あのお腹痛くなって干潮されたんですよ。25日にそれも最悪でしょ、クリスマスにね、お腹痛くて痛くて、もうその病院駆け込んだら、なんも聞かないのよ。聞いたら俺は断るけど、聞かずに脱いでって言われていきなり干潮されて、でも治ったのよ。, 笑いが止まらない。それがね、一昨年のクリスマスで、去年のクリスマスはそうでもなかったんですけど、今年は朝からもうほら激痛になって、脳神経とかいろいろ行って、で個展に行こうと、あ、この人、トモアークさん、はい、この人の個展が25日までウエストプラザでやってて、で道路がバイパスとか渋滞してて、そごうの駐車場に入ったのがもう6時半ぐらいでちょっと諦めたんですけど、できたらまたこれつい生の番組でもこの人のイラストとかが紹介できればと思うんで、あのそうやってなんかみんながやってることとかさ、みんながなんかこう求めてるというか、人に伝えたいこととかっていうのがあったらね、なんかこれからもちょっと仲介役として、ちょっと今一文字いい示してますよね。
最後ですからね、今年。番組今年最後でございますので、はい、いいで来年もなんかそんな感じでみんなとつながっていければと思いますんで、今後もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。来年のスタートはここでは発表しません。一文字の脳神経に全てがかかってます。脳神経の具合を見ながらまたツイッターでスタートする日にちを決めたいと思います。まあどっちにしてもですね、まずは本当にこれを、書き込んでくれた皆さん、それからいろいろ助けてくれたわらはじめみんな、本当にどうも半年間ではありますがありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来年からもやっていきたいと思いますので、はい、一つよろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは夜の2択クリアに変わりまして、ま、リツイートでこれすぎ広島のクーポン券プレゼントでございまして、たくさんリツイートしてくれた、はい、何人ぐらい、まあ、100人近くリツイートしていただきまして、どうもありがとうございます。当選者を発表させていただきます。いいですか？いいですか？カメラ気をつけてくださいね。カメラ気をつけてくださいね。こちらが当たります。当選者はこの方です。映った？どどん。広島市のなるこさん、おめでとうございます。おめでとうございます。あの蓮舫さんもご来店、電話やあの飲み放題もついているスペシャルコースのクーポン券をお送りさせていただきます。またあのツイ生スタッフからですね、あのダイレクトメッセージがいくと思いますんで、その時はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。というわけでもう12時でございますよ。はい、もう今年もあとちょっとですよ、みんなね。3日ですか。まあ、あの忘年会はしなくても嫌なことは忘れてですね、できるだけいいことだけ、まあでも本当は嫌なことも覚えておかなきゃいけないんですけどね。うん、なんかいろいろ胸に刻みながらですね、また新しい年を迎えたいと思います。どうも本当にみんなありがとうございました。また来年いつスタートするかはわからないけど始まる。はい、ツイートでちゃんと連絡しますので。なんだなんだ。どうも今日はありがとうございました。お相手は一文字渡郎と北村さゆみでした。ついついの私広島ラジオ。この番組はユーストで広島が世界とインタラクション。広島市西区大芝バルコムユーストスタジオからお送りしました。It's gonna be